ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりジジイぜ。主人公が青いドラゴンに変身するシューティングゲームで遊びたい。はいはい、ドラゴンスピリットだな。正解ぜ。今回はドラゴンスピリットをやっていくぞい。ジジイはシューティング苦手なのに、やれんのか？本当にお前。やりますよ。純正ジュデルじゃない俺のこと。突然の飛竜革命やめれ。出てきた。ドラゴンスピリットにぴったりだぜ飛竜革命。自分で髪を切りたくなるな。そんなこんなでドラゴンスピリットをやっていくぞい。どら焼きでも食べながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーノ、ゲーム万歳。それじゃあ、早速やっていくぞい。シューティング苦手なわしがやると永遠にクリアは不可能。何せこのゲーム、コンティニューが最大で100回までしかできん。100回もあるのに不可能なのか。無理じゃ。自信たっぷりだな。さりとて無敵でクリアしても不正がない。というわけで今回は残機減らずでの挑戦じゃ。やられはするけどゲームオーバーにはならないのね。これで許してほしいのじゃ。なんか左に出てきたぞ。自由革命メーターを用意したぞい。革命失敗回数ってわけか。300回以内なら100回コンティニュー内にクリアしたという目安じゃな。300回以内なら自由革命成功じゃ。随分簡単な革命だな。わしの腕を舐めるなよ。威張るなよ。ではステージ1の名曲を聴いていこう。やはり名曲じゃな。名曲だな。PC エンジンの波形メモリ音源でも十分名曲なのがわかる。PC エンジンの音源は独特な感じでシンセっぽくてわしは好き。若干、音が軽い感じはするわよね。まあ、それは仕方ない。CCD っぽいシンセドラム感が好きなのじゃ。わかるかのう。ここで軽くゲーム紹介をしておこうかのう。基本的な情報は左に表示してある通り。ジャンルはシューティングゲーム。当時、シューティングゲームといえばゲームの花形。ゲームセンターとかシューティングたくさんあったな。ハードは PC エンジンじゃ。当時ナムコは PC エンジンにアーケードの主力級ゲームを正当移植して投入していたな。当時はナムコの PC エンジンにかける思いみたいなのを感じたな。同時にセガ系ハードにも熱い思いをぶつけてくれとも思ったものよ。価格は5500円。発売日は1988年12月16日じゃな。 PC エンジン発売から1年後なんだな。アーケード稼働開始から1年半後じゃな。家庭用ゲーム機としての移植策としてはかなりのレベルだと思うぞい。特にわしのようなやり込んでいない人間からすると十分すぎるレベルじゃな。シューティングにファンタジーの要素を持ち込み、これまで敵役となることが多かったドラゴンをプレイヤーキャラとし、ライフ性を取り入れておる。そして空中と地上で弾を打ち分ける必要があるナムコ伝統のゼビウス方式じゃな。パワーアップも首は増えたり、弾の威力が上がったり小さくなったりと様々じゃな。この赤い弾を破壊すると赤い弾が出てくる。この赤い弾を3つ取るとこちらの弾がパワーアップする。でも、今はボーボー火を吹いているわね。色も緑色だし。現在はファイアーブレス状態じゃ。超高火力状態。この時はグリーンドラゴンになるんじゃ。とまあ一通り説明したらエリア1のボス戦が見えてきたぞい。なんかノーミスでこれたじゃない。最初の面からもっとやられまくるドタバタ劇を期待していたのに。ボスじゃ。一面のボスはプレシオザウルス。でかいのが出てきたぜ。完全勝利じゃ。あっけないな。まあ、まだ一面だしな。続いてエリア2。火山地帯じゃ。さすがに PC エンジンでシームレスにエリアを移るのは難しかったみたいね。まあ、仕方ないじゃろう。この海中から出てきてプレイヤーに突進してくるやつ、意外と怖いのじゃ。高速だものね。年寄りの動体視力には応えるのじゃ。敵が突進してくるたびにビクッビクッとしておるぞ。ビビりすぎだろ。ちびってないだけマシだろ。汚ねえな。局長も変わり火山エリア開始じゃ。青いのは首が増える。最大3本まで増えるらしいのじゃが、上手い人は当たり判定が大きくなるのを嫌って2本で止めるらしい。わしも真似をして2本で止めているのじゃ。見た目から入るタイプ。火山地帯といっても穏やかなものね。まだまだこの先じゃ。この先から地獄が始まるぞい。地獄なのか。ここが地獄の一丁目。まだまだ序の口の地獄なのじゃ。地獄に序の口とかあるのか。知らん。知らないなら言うなよ。なんかでっかいのが出てきたな。なんかでっかいのが出てきたのじゃ。とりあえず弾幕張りまくるのじゃ。プライトも5万越の弾幕だな。地面の色が変わってきたぞ。
カバンエリアの本領発揮じゃ、もうマジでわしのような周辺軍苦手なプレイヤーの心を売りに来るのじゃ。しかし5500円の高価なソフトなのに2面で心が折られるわけにいかんのじゃ。頑張れ G さん、ここにあり。なんかよくわからないけど気合だけは入っているわね。このエリアは何が嫌って火山がボーボーなっている火柱にも当たり判定があることじゃ。許してください、ナムコ様。火柱のせいで移動範囲がかなり制限されているな。行けると思っても下から火柱が出てきて丸焼きにされるのじゃ。ドラゴンの丸焼きって美味しいのかしら。需要競争に効果ありそうじゃな。首が増えたわね。ふっ、加工力じゃ。むう、このわしに首3本の効果力を与えたことを後悔させるのじゃ。お、いいぞジジイやってやれ。超効果力ファイアーブレス首3本。火力的には最強状態なのじゃ。キャッターオブクは消毒じゃ。聖帝様のご視察だ。世紀末感が出てきたな。1988年の発売だしな。漂う世紀末感だぜ。当たってもうた。お物を消毒できなくなってしまった。聖帝様ブチギレ案件とか言っている間にまた首が3本になっているぞ。もう2本にこだわるのはやめて。どうせ当たるしな。やけくそか。いや破れかぶれて。同じだろ。また当たったな。首3本は当たりやすいみたいだな。首2本でも当たるな。とやるな。むう、エリア2で早くも1オツなのじゃ。練習の時はノーミスでエリア2を超えられてたんだけどな。おかしいな、調子悪いな。いいからプレイに集中しろ。プレイに集中しろだって。うるさい、黙れ。黙ったら実況にならないじゃろ。それもそうだな。ワイドファイヤーじゃ。これも強い。漂白剤みたいな名前だけど強い。ワイドハイターな。塩素系だから強いに決まってる。だからドラゴンの色も漂白されておる。なるほど、そういうことなのか。また一つ賢くなったのう、マリサ君。このワイドハイター漂白ドラゴンでボスまで行きたいところじゃ。この首増えるのは欲しいぞい。火力こそパワーじゃ。欲張ったせいで被弾しているじゃないか。欲張って最弱になるとか昔話の意地悪じいさんみたいな展開になっているぜ。なんと最弱のままボス戦を迎えたのじゃ。エリア2のボスはラウンドフィニックスじゃ。フェニックスじゃなくフィニックスってのがポイントじゃ。一気もびっくりね。あ、おい。やられてもうた。一面こそノーミスだったが二面で早くもメッキが剥がれ始めているな。あまりにも早いメッキの剥がれ方。しかし、このようなヘッポコプレイを安全なところから視聴することで皆さんに安全である輸血を提供するのじゃ。唐突に利根川を出すな。さあ、この地上にはびこる恐竜みたいなのを殲滅して再びボス戦に行くのじゃ。おお、さっきはよくもやってくれたじゃねえか。今度はそうはいかんぞ、こんやろう。首も2本あるしね。撃破じゃ。エリア2クリアね。まだ2オツなのは意外だわ。シューティング苦手なじいさんのことだから、もうコントローラー投げ出しているかと思ったわよ。どんだけこらえ性がないと思われておるんじゃ。そしてエリア3に突入じゃ。エリア3は密林。どんどん難易度も上がるぞい。このエリアの敵はギャラガとかを思い出す。わしだけ可能。トンボとか昆虫系がギャラガを想起させるのかな。なんとなく首二つになったりとか、ギャラガのデュアルファイターを想起させたりもする。首三本はトリプルファイターってところかしらね。ギャラガ88の当たり判定も大きくなるしな。ナムコテイスト満載じゃな。このクジャクみたいな敵も厄介なのじゃ。早めに倒さんと前方に広範囲に羽を飛ばしてくる。超絶厄介。わしの腕では被弾必死なのじゃ。さらに水たまりから顔を出すハゲ坊主。こいつも厄介極まりない。こいつも前方広範囲に弾をばらまきおるのじゃ。さっきのクジャクの羽よりは安全ではあるが、こちらの移動が制限されるので腹が立つ。わかっている範囲で早めに叩くのじゃ。あ、これね。弾速が遅いのがまた厄介な感じね。ワイドハイター出たわね。漂白じゃ。トリプルワイドハイターは最強じゃぞい。
敵の攻撃も激しくなってきたな。あ、行った側から。むん、ワイドハイター終わったのじゃ。なんか出てきたわよ。ツタが伸びてきて襲ってくるのじゃ。一応破壊は可能なんじゃが、目がついているのかこっちに向かってしっかりと伸びてくる厄介なやつじゃ。しかも成長が止まったと思ったのにまたまた伸び始める。ずるいぞ。わしの身長は止まったままだというのに。もう縮み始めるお年頃。身長測定で背筋に力を入れて最大限伸ばしてるから大丈夫。無駄な努力するな。うら。トンボが突然弾を吐いてきたのぜ。至近距離から急に撃ってきたわね。蜂みたいなのが出てきたな。巣ごと壊すのぜ。おい、ライフ1になってるじゃないか。被弾しまったのぜ。あ、こりゃダメだ。諦めるの早いだろ。いや、あれは無理じゃよ。なんとパワーアップできずにボス戦。これは積んだか？じいさん。ジジイの底力を舐めるなよ。お、撃破できた。やればできる。エリア4まで来たわね。エリア4は砂漠じゃな。サソリとか砂漠っぽい敵がおるな。自由にサソリをぶつけてくるあたり、ドラスピ開発者はプロレス好きなのが伺えるぜ。なんで？プロレス。ドラゴンクジ並みのライバルといえば、スコーピオンデスロックの超襲力だからな。ドラゴンの敵にサソリを出すあたりプロレス通じゃな。こじつけにも程がある。砂漠面はこの地上を下から上に駆け抜ける敵。こいつがほんまに厄介なんじゃ。なんか変な弾をばらまく。ジジイは基本的に範囲にばらまかれるのが苦手なんだな。あら？小さくなったぞ。スモールドラゴンじゃな。火力は落ちるが当たり判定が小さくなるので有利な形態じゃ。被弾したり首を増やすと元の大きさに戻ってしまう。首増やせないのね。小さいまま増やせたら面白いのに。ただワイドハイターとかは取れるので小さいまま火力アップも狙える。まあ、それまでスモールを維持できればの話じゃがな。ガハハハ。維持し続ける自信がない自信があるってことだな。砂漠地帯を抜けて荒野みたいになってきたわね。ここから出てくる敵が少し変わるぞい。あ、食らった。元の大きさに戻ったのじゃ。やっぱり小さいままノーダメなんてわしには無理。まあ、期待してないから安心しなさい。ムササギだらけじゃな。この青いのは湧いて出てくるんじゃがなんなんじゃ。なんか船虫の青いやつみたいな感じね。キモいことを言うな。青い船虫なんていてたまるか。
スか？ボスみたいね。エリアさんのボスがデスガーであん。骨の鳥みたいな感じじゃ。ホラーおめえなんか鶏ガラスープもしてやんぞ。強気だな。残りライフ1なのじゃ。やばい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 ピンチなのじゃ。落ち着けジジイ。さっきの強気はどうした？おととい来やがれ鳥柄野郎。勝った途端に強気が戻ったな。なんとエリア4はノーデスでクリアです。おお、ジジイあるじゃないか。エリア5に突入。ここは洞窟らしい。狭いところだな。左右の壁に当たるとダメージを受ける恐怖の洞窟じゃ。しかも左右の壁は動いたりするので厄介極まりない。ほんとだ、動いている。動いた時にアイテムが出てくるチラリズムサービスもあったりと、まさに当時の少年の心は静かになのじゃよ。どんな壁を持ったらそうなるんだよ。ちょっと見せられたら視点釘付けじゃろ。ならねえよ。そうなの？驚きすぎだろ。そんな甘い誘惑を断ち切りながら進むステージじゃな。ちょっと黒。ひどいやられ方だな。ドクロを嫌ったら壁に衝突して昇天。悲惨なやられ方ぜ。通路が狭いからドクロからの逃げ場もないな。そしてドクロ率が高い。ドクロベイ様の差し金に違いない。お仕置きだべこのカエルも厄介者ぜ。あのベロのリーチが結構長いんぜ。マシバのフリッカー並みに伸びてくるんぜ。卵3つ取ったから残機が増えたわね。無意味だけどな。狭い狭い。ずいぶん狭くなるんだな。ちょ、見えないところからのコウモリはずるい。いやらしいところから出てきたな。しかも、今右の壁の動き方が怪しかったな。じわじわと迫ってくる感じ、いやらしいのぜ。ボスまでたどり着いたな。エリア5のボスはペイレントスパイダー。雲じゃな。地上攻撃でダメージを与えるタイプじゃ。撃破じゃ。なんかここまでボスで順調じゃないの。うむ、シューティング苦手と言いながらもこの順調っぷり。このままのペースでクリアまで行きたいのじゃ。そしてエリア6は動画じゃ。流氷が寒々としているな。洞窟と違って広々していて嬉しいのじゃ。広々と動けるのはいいことだな。
を、敵に体当たりしてしもたわ。突っ込んで言ってたな。ここの氷河エリアでは氷の壁があって破壊しながら進まねばならん。この壁ね。これ、壊した破片にも当たり判定があってダメージを食らう。なんとも大変なギミックなんぜ。壊しては避けて、避けては壊し。忙しいステージではい。地面から顔が。氷河エリアとは思えないホラー感出してきた敵じゃな。またつまらないダメージ受けたわね。むん。後ろにも目をつけるんだ案件ね。アムロさん無理っす。スモール来た。当たり判定小さくなるのは嬉しいわね。せっかくうまくすり抜けたのに壁に当たってダメージってミスったのじゃ。そしてこのやられっぷりである。近くからの敵初見殺しなのじゃ。ジャス。あっという間に3ダメ食らったな。むずい。ぬおわー敵がー。しっかりダメージ食らったな。無敵になった。怖いものなしぜ。無敵終了のお知らせ。怖いものだらけぜ。曲が切れたからボスじゃな。ここのボスはグリラ。めっちゃ火を吐いてくる。というか初すぎ。避けられんぞ。なんかダメそうな予感しかしてこないわね。ほら、マリサがそういうこと言うから。人のせいにするなよ。リベンジじゃ。今度はワイドハイター2本首じゃないか。超強化でここまで来れた。お、炎を避けれてるな。ふっふ、わしは気がついてしまったのじゃ。あ、クリアしちまったな。気がついたことが言えなかったのじゃ。エリア7までたどり着いた。PC エンジン版はアーケード版にあった深海ステージと暗黒ステージがカットされている。この魔球エリアから難易度が爆上がりする。わしのようなシューティング苦手者を完全に叩き潰しに来る難易度じゃわい。当時、コントローラーを投げつけた少年少女も多かったのではなかろうか。実際に当時購入した人で諦めた人ってどれくらいいたのかしらね。コメント欄で教えてくれると嬉しいぞい。
すごい弾の数ね。しかも通路が狭くて厄介なのじゃ。ぎっしりとイルカメみたいな敵にもうんざりじゃわい。弾は壁を貫通してこないが、敵は貫通してくるのじゃ。ずるいのじゃ。見事にやられてたな。もう、ドクロ勘弁。でも最弱状態だからとっても問題なかったんじゃない？あ。そして今ので10つ目ね。二桁に到達してしまったのじゃ。でも、まだ100コンティニューには程遠いのじゃ。3回くらいのコンティニューかしらね。一気に2打目、つらい。そして3打目。むう、手強すぎぜ。自信を取ったぞい。でも、やられたな。恐ろしいエリアなのじゃ。じゃあもう残りライフ1じゃ。死んだな。なんなんじゃこの難易度の急上昇っぷりは。コウモリが一気に襲ってきたのじゃ。あーもうムカつくわい。落ち着け。なんであれに当たるのよ。冷静さを欠いていたのじゃ。でも少し先に進めたようじゃ。今度はカエルじゃ。このベロ嫌すぎなのじゃ。カエルゾーンだな。これは嫌すぎだな。なんか光るイソギンチャクが大量に。これ弾も大量に出てくるのじゃ。これは厳しい。連続でやられているな。抜けられる自信がないのじゃ。このカエルゾーンだけでもノーダメ。ダメでした。向き。お、スモール取ったな。小さければ抜けやすい。スイスイじゃ。これはイソギンチャクエリア抜けれるか？やったぜ抜けた。残すはボスだけっぽいな。ようやくエリア7も終了できそうじゃ。エリア7のボスはヒュドラー。三つ首の竜じゃな。スモールで当たり判定の小さくなったわしには攻撃を当てることさえ不可能じゃ。可能だったな。そんなはずはないのじゃ。現実を受け入れろ。しかもやられたぞ。なんてこったい。これまた攻略の糸口を全くつかめずにやられたのじゃ。今度はワイドハイターで来れたのか。でも、ライフは1しかない。このチンアナゴどもめ。くらえくらえ。チンアナゴだったのか。ダメじゃった。やられた。負けた。チンだ。助けて。許して。泣きそう。ダメだこや。次行ってみよう次。まったく攻略できそうもないわね。ここだけで何回やられているんだ。ついに30回到達だな。めちゃくちゃやられまくっている。
どうにでもして。ムッキー。ちょえ？ライフにでボスまで来れたのか。もう、心が折れそうじゃ。なんとしてでも仕留めるのじゃ。長期戦なので早送りじゃ。基本的に敵の攻撃ターンは画面端で弾を避ける。その後に敵の前でショットでチクチクする。この地道な繰り返しで倒せることが判明したのじゃ。長い長い長い道のりじゃった。34オツしてるな。やったのじゃ。これでいよいよ最終エリアに突入ね。さて、エリア8じゃ。同様に魔球エリアじゃな。わしの嫌いなカエル機体から始まるのじゃ。最悪のエリアじゃ。あ、いや、これ。積んだな。逃げ場がないのじゃ。ラストエリアの洗礼を受けたのじオノを投げてくる奴がおる。オノにやられたな。オノ。黙れ。無敵と地震が来た。ボンと正月が来たな。スモールも来たな。一気に強化できた感じじゃ。この調子で行きたいところだな。まだノーダメだし。むう、ドクロ。いやー、厳しい。ワイドハイターは嬉しい。あ、無敵でぶつかった敵がドクロ落としたのじゃ。ムキー。敵の体当たりが厳しいのじゃ。壁貫通で来るから恐ろしいのじゃ。
連続地震、ありがたいのう。それにしてもドクロ率高すぎじゃない？無敵の時に当たった敵のドクロっていやらしすぎじゃない？すごい罠だな。ホーミングスター、とにかくちょっとでも先に進みたいところじゃ。スモール取り逃しのじゃ。斧のホーミング性能高すぎ。うらぁ、やられた。粘ったけどな。しかし、ここも敵の攻撃がすごい激しいな。地上の敵と空中の敵と分散されているから攻撃もしづらいし、柱があって弾も避けにくいし。またカエルが出てきたのじゃ。嫌な予感しかしないのじゃ。嫌な予感的中でカエルにやられたな。しかも記念すべき40オツ目じゃな。積もったぞ。これで少しは避けやすく。ドクロ嫌なのじゃファイアーブレスが来たのじゃ。地震のおかげで地上の敵が一掃されて楽に進めておるぞい。カエルのベロ。ここも敵の攻撃が。ダメだったわね。さすがラスメンじゃな。もう心折れそう。槍が見えてきたってことはラスボスも近いと思うのじゃが、抜けられる気がせんぞい。ここから怒涛のオツラッシュね。ジジイのハートはボキボキよ。ドラゴラムよりアストロンが欲しい今日この頃。問題先送り魔法アストロン。ひたすらやられ続けるのじゃ。お、スモール取っているぞ。弾幕かいくぐっていけるのじゃ。これは千載一遇のチャンスじゃ。この槍、超怖いのじゃ。消え、元に戻った。これは。やられた、向き。柱に挟まれて、これは痛い。またまた柱に、気がつけば50を超えているな。青いドラゴンの犠牲がすごいのじゃ。これクリア可能なのか？と疑問を持ち始めたぞい。むう、ボスにたどり着けない。60オツいったわね。お大じゃ、日本新記録じゃな。お、これはなんかいけるか。ヌオーライフ1だけど、抜けたのじゃ。大ついにラスボスと対面だぜ。
マットレザウェル、ジジイが相手じゃぞい。ここで倒せないと、またここまで来れる自信がないのじゃ。だから1000ルピーあげるから倒されてくれ。ラスボスを買収するな。こんな自分の名前を台座に掘るような奴に負けんのじゃ。しかもセンスが悪い。なんか泥臭い三日月みたいの投げてくるだけか。ちょっと攻撃が入りづらいけど、向こうの攻撃も泥臭いから余裕そうね。時間はかかりそうじゃが楽勝じゃな。ガハハハ。なんかちょっとずつ三日月早くなってない？あ、ちょ、やられたな。そしていよいよ67億を経て、最強状態でここまで来れたのじゃ。移動速度も早まっておる。さらにファイアーブレスじゃ。これで倒せなければもう無理じゃ。こんな超絶強い強化状態でここまで来れる自信がない。ライフは2個だけど移動速度速いから三日月もバッチリ避けられそうだな。さらに火力も上がっているか無駄な長期戦を避けて一気に終わらせるのじゃ。三日月より速いぞい。やったのじゃあ。やったわねじいさん。長かったのじゃあ。感動のエンディングね。スコアがカンストを超えて低くなってしまっているわね。ほんとだ、67オツでゲームオーバーにならないからスコアがガンガン増えまくっていたのか。アムルじゃあ辛く長い戦いじゃった。本当にシューティング苦手じゃわい。まあシューティングだけじゃないけれど、特にシューティングは苦手じゃな。わしは絶対パイロットに向いてない。ジジイの操縦する戦闘機には絶対に乗りたくないぜ。奇遇だな、わしも乗りたくない。何の奇遇だよ。さてさてエンディングに流れるこの英文になんて書かれているかというとじゃな。シューティングの天才、メリジーの活躍によって世界は救われたと書かれ。嘘をつくな。姫はアムルとブルードラゴンによって救出された。王国は平和を取り戻し、人々は復興を喜んだ。王国に光が戻り、繁栄と幸福を祝っているようだったと書かれておるぞい。世界に平和が戻ったのは良かった。67匹のブルードラゴンの屍の上にな。ハッピーエンドに水を差すな。というわけで長かったドラゴンスピリットもこれで終了じゃな。アーケード版、ファミコン版とやってみたいがクリアできる自信がないぞい。特にアーケード版。アーケード版の方が難易度高そうだしな。スタックロールが流れる中、感想戦行ってみるぞい。ドラゴンスピリット、ゲーセンシューティング全盛期の時代、ナムコがゲームセンターで輝いてた時代の作品じゃな。この頃のゲームは表現力がそれまでよりもさらに上がり、家庭用ゲーム機とアーケード機のスペックは雲泥の開きがあった。そんな中、PC エンジンに移植された本作品、家庭用のドラゴンスピリットとして申し分のない出来だと思うぞい。この頃のナムコ作品を見ると何とも言えない懐かしい気持ちになるな。今回もそんな1988年、まさに学生だったあの頃、放課後に PC エンジンで遊んだあの頃の感覚を思い出しておったわい。35年以上前の気持ちを蘇らせるってすごいわね。実はわしは昔、このゲームはクリアできずに投げ出しておったのじゃ。まあ、シューティング苦手だしな。今回、改めてチャレンジしてやられまくりだけどクリアできてよかったわい。楽しい作品であったぞい。それではアンケートの結果を発表していこう。今回のアンケートの結果はこうでした。やっぱりというか神ゲーの方が圧倒的に多いな。それじゃあ、いつもの通り神ゲー指標を出していこう。それではアンケートの結果を数値化した神ゲー指数を発表するぜ。こんな感じで係数を得票比率にかけて合計値を出します。このゲームの神ゲー指数は50.0 じゃった。これは神ゲーの域にあると言っても良いと思うぞい。さすが往年の名作と言われるだけはあるな。それではコメントの紹介をしていくぞい。皆さん、いつもコメントありがとうございます。それではコメントを紹介していくぜ。チグサ・アンダーソンさんのコメント、よくできた移植だとは思いますが、PC エンジン版は横画面縦集なんで、ちょっと敵が近くて圧迫感があるんですよね。制作スタッフもそのことを認識してるのか、裏技で縦長モードがあった記憶。さすがはナムコっすね。シューティングはとにかくパターン構築です。敵の配置を覚え、その時々のパターンに適した敵の処理、動き、酒を構築していく。最もスタンダードで最善の攻略法ですね。こんなことしかアドバンスできなくて申し訳ないです。
上級プレイヤーさんの突き詰めた STG のプレイは、完全に構築されたパターンに、時折発生するイレグラーを経験で対処していく。もはや SLG です。アドバイスありがとうございます。前半はアドバイスの通りパターン化を意識して練習したせいかスムーズに進めました。エリア7と8はぶっつけ本番でした。難しすぎました。金狐さんのコメント。時期が鈍速で当たり判定もでかいので、パワーアップしても道中雑魚に苦労させられた思いでスモールとワイドの組み合わせにできるとかなり遊びやすいですが、状態を維持するのは一苦労でした。当時はナムコが PC エンジンで、コナミが MSX で次々と名作タイトルを出してくれたおかげで退屈しませんでしたね。ナムコは本当に PC エンジンにアーケードの名作を惜しげもなく投入していましたよね。ファミコンのようなアレンジに逃げず真っ向勝負で移植する姿勢はすごかった。ウルフ注意さんのコメントです。お疲れ様です。すまんです。自分も STG は苦手なので、応援しかできません。でも、メリさんファミリーがついてますから得意な方も多そうだし。健闘を祈ります。ありがとうございます。健闘した結果、67匹ものドラゴンの犠牲が、何にしてもクリアできました。高評価お願いします。笑い。とめぞうさんのコメントです。ステージが削られていたり色々あるのですが特筆すべきは BGM なのですよくぞ PC エンジンの内蔵音源でこの音色をと思いました。ゲームは難しくてクリアできませんでした。苦笑。本当にサウンドいいですよね。PC エンジンの内蔵音源の2チャンネルステレオって好きなんですよね。響きがすごい好き。アーケードの FM 音源ドラゴンスピリットに勝るものはありませんが、PC エンジンも良い味出していますよね。ワクシモアオイナナさんのコメントです。左右移動時に傾かないのがダメですね。アーケード版はドラゴンの左右移動時に傾きますね。PC エンジン版ではオミットされてしまいました。容量の都合なのか何なのか、続編のドラゴンセイバーでは傾きも表現されていたと思います。カナメさんのコメントです。神ゲーまではいかないかな。どちらでもないに一票でも、面白いのは面白いので、ぜひ。面白いですよね。シューティング苦手なわしでもクリアまで根気よく遊べる良作だと思います。コメントは以上です。皆さん改めてコメントありがとうなのじゃ。さてさて、エンディング画面を放置しておくと、縦長サイズのエンディングが自動再生されるのじゃ。ゲーセン気分で楽しいのう。また、ジグサ・アンダーソンさんのコメントにあった縦長の裏技は、リセットを57回すると縦長モードになるというものじゃ。それでは縦長エンディングを堪能しよう。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。
共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。